ことをぐだぐだ悩みよって。よう飽きんわ。お前の趣味は悩み事だい。今のお前がいくら力だけつけても絶対サウザンドマスターには届かへんわ。何？もちろんフェイトにも。せやな、多分アスナ姉ちゃんにも届かへん。何が足りんかわからんやろ。今のお前には。そんなことやからあいつにボロクソ乾杯食らうんやで。 少しはカチンときたか。お前でもガチンときたらどうすんねん。ああ、ネギ、ムカついてどつく気力もないんかい。力いくだ。シックスコクローガ。魔法の写真、いかにくださんし。 姉ちゃんが持っとるとんや。俺に勝ったら教えたな。こんな、なんで突然殴り合いに。先生、熱は大丈夫なのか。 本気で受けると死ぬぜ。マスキル曲げて、独自の道、集い一人で敵を撃て。クロッバクサイケン、放火放火。こらこら、どこの軍の演習だよ。 すっきり晴れだやろ。熱も下がったんとちゃうか。え、本当だ。なんでこのか姉ちゃんの完全治癒呪文がすごすぎたんやろ。さっきのお前、体内でものすごい魔力が渦巻いとったで。直す方法は簡単、体内の魔力発散させたったらええねん。太郎くん、それで反応いい方。ありがとう。えって水臭いな。 でさ、小太郎くん、さっきのだけど僕に足りないもの。ああ、買ってもないのに教えるわけないやろ。でもまあしゃあないな、サービスやで。アスナ姉ちゃんにあってお前にないもの、それはアホっぽさかな。アホ。